マキコのドキュメンタリーセッションへようこそ。ドイツのマキコによるドキュメンタリー配信です。毎回プログレスの中のアーティスティックなクリエイティブな皆様をゲストに迎えて、アーティストの方の思い、アートとの関係、アートがその方の人生の中でどのような位置を占めて、どのような影響を与えてきたか、そんなことをお伺いしながら、私たちの生活の中でもアーティストの方を身近に感じ、アートというものを身近に感じられるような世界になるといいなということで、お届けしております。ではマキコさん、一言お願いします。今日はグラフィックデザイナーの米倉さんにお越しいただいています。私はグラフィックデザイナーの方をインタビューするのは初めてです。楽しみにしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そうですね、はい、今ご紹介ありましたように、私たちの中ではフォント使いとして有名なまたそれに加えてレストランやイベントもなさっている米倉八潮さんです。八潮さん、すいません、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。5月の半ばぐらいにプログレスには入会させていただきました。今はレイヴェンクローに所属してます、グラフィックデザイナーの米倉八潮と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、まずグラフィックデザインを、ご自身でお仕事以前にですね、グラフィックデザインというものを始めることになったきっかけをお伺いしてよろしいでしょうか。そうですね、もう10代の頃にですね、ラッパーをやってまして、ヒップホップのラップをしてたんですよね。で、はい、その時に自分でイベントを主催するようになって、でその時にフライヤーって言われる、チラシなんですけど、それを作り始めたのがきっかけですね。はい、はい、あ、じゃあもう長い、随分長いことあれですね。そうですね、だいぶ長くなりましたね。はい、はい、じゃあそのグラフィックデザインをお仕事にしたいと思われたきっかけというか理由というのはいかがでしょうか。あ、なるほど。僕がですね、もともと僕は料理人を目指してまして、実は調理師免許も持ってるんですけど、一回料理の現場に就職も決まってたんですけど、当時音楽が結構すごく楽しくて、続けたいんだよなっていうことを言っていたら、親が非常にいい親でして、デザインやりたいんだったら、なんか学校とか行ってもいいよって言ってくれて、それでデザイン学校に行くことになって、それでそのデザイン学校でそっちの勉強してたら、そっちが楽しくなっちゃいまして、それでって感じですね。あ、そうなんですね。その多分楽しくなった理由といいますか、そういうことにも関わるとは思うんですけども、はい、八潮さんご自身にとって、そのグラフィックを、グラフィカルに何かをデザインするっていうことはどういうふうに捉えてらっしゃいますでしょうか。グラフィックっていうのは今はもっと広義な意味で使われてると思うんですけど、もともとは印刷物っていう意味なんですよね、グラフィックって。なので僕はもともとやっぱりフライヤーが作りたかったんですよ。そのイベントのフライヤーとか、かっこいいフライヤー作りたいなっていうのが一番初めにあって、でそれを印刷物に落とし込んで人に配って、人がかっこいいねとか言ってくれるのがすごい楽しくて、なので今でも映像とかもうデジタルベースのものも作るんですけど、今でもやっぱり印刷物にした時どうやって見えるかなっていうのはすごく意識して作ってます。そうなんですね、なるほど。今画面の方ではいろいろと出てると思うんですけれども、なるほど。で、その、プリントベースっていうか、そういうものがいつも頭にあってデザインをされているということですね。そうですね。印刷が好きです。ね、なるほど、なるほど。で、こう、八潮さんにとって、そのグラフィックデザインというものを、そのプリントが主だっていうふうにおっしゃってたんですけれども、グラフィックデザインというのは、じゃあ今それをずっとやられてきてですね、何か変化といいますか、グラフィックデザインについてのお考えはありますか。そうですね、一番最初にアーティストの紹介っていうのが入ってるんですけど、やっぱりデザイナーとアーティストって、やっぱすごく違うっていうか、似て非なるものだと思うんですね。はい、僕の場合、グラフィックデザインって情報伝達だと思っていて、その、ある情報があったとして、その情報をいかにダイレクトに、綺麗に、美しく、コンパクトに、分かりやすく伝えるかっていうのがグラフィックデザインだと思うので、そうですね、アートは多分、内面の衝動とか、自分のことを表現するものだと思うんですけど、デザインはいろんな課題があって、それを表現するっ
ていうものだっていうふうに僕自身は捉えています。あ、なるほど。じゃあ伝達手段、まあそうですね、伝達、はい、情報伝達っていうのがグラフィックデザインには一番重要かなと思っております。あ、なるほど、そうですね。あれ、なるほど、なるほど、分かりました。で、まあ、じゃあそうなると、まあ、今伝達というキーワードができたんですけれども、まあ、例えばアートであると、まあ、表現、何か自分の、そうは言っても自分でそこに何か多分八代さん自身のフレーバーが乗っかって、まあ、伝達されると思うんですけど、そういう意味でご自身が何か表現されているというか表現するということについてはどうお考えになっていますか？そうですね、僕自身の世界観っていうのはあまり重要視してないっていうことですよね。なので、その例えば僕の仕事だとクライアントとかがいるんですけど、はい、その表現したい人がいて、その人の思っていることを形にするっていう仕事だと思っています。なので、デザインは多分コミュニケーションのツールだと思ってるんですよ。こちらに伝えたい方がいて、こちらに受け取る方がいて、その間に最適解の答えを出すっていう、そういうなんか謎解きみたいな仕事なのかなっていうふうに思ってますね。はい。そうですね。で、まあ、もちろんそうやってクライアントの方がいらっしゃると、まあ、クライアントの方が、なんて言うんでしょう、最後は決定権といいますか、これだよっていうふうにおっしゃると思うんですけども、はい、その時にこう八代さんが、なんて言うんでしょうね、こう、あまりそれに同意できなかったりとか、そういうことはないんですか？ありますね。あるので、そこは戦うっていうわけじゃないんですけど、こっちの方がより伝わるしっていうところで、そこはお客さんと僕が、そのエンドユーザーって言われる、まあ、最後の受け手の人たちがどう思うかっていうところに合わせて、みんなで一緒にやっていく共同作業になってくるので、そこはめちゃくちゃ話し合いますね。そうか、ただ単に、ね、すごく時間かかります。はい、そうですね。ただ単に今伝えたいものがある、伝えたい人がいるだけではなくて、最終点を視野に入れるということですね。そこをシェアして一緒にいいものを作ろうよっていう体制に整えていくようにいつも心がけてます。そうなんですね。いますか、自由にやっていいよっていうわけではない制約がある。ただ、その牧子さん自身としては、グラフィックデザインというのも何かを表現する、現実的に、まあ、一つの伝達手段のツールとしながらも、あれですね、表現するところだと思ってるんですけれども、何かその中で、まあ、先ほど八代さん自身の世界観はあまり関係ないとおっしゃっていたんですが、何かそのグラフィックデザインを通じて、まあ、ある意味の自分の中のアーティスティックな部分で、表現についてこう、こだわりといいますか、お考えはありますでしょうか？そうですね。なので、実は本当に自分の世界観っていうのは、本当に僕は重要視していなくて、やっぱり相手の持っている世界観とか、何を、目的に対して僕はそれに回答を出していくっていう形なので、デザイナーとして表現するときと、自分が表現したい、時っていうのは完全に切り分けて考えてる感じですね。そうなんですね。なるほど。ただその中でどうしても出てしまう自分の手癖だったりとか、培ってきたものっていうのが僕はデザイナーの個性なんじゃないかなっていうふうに考えてます。なるほど、わかりました。ありがとうございます。そうか、じゃあご自身の例えばじゃあご自身で持ってらっしゃるレストランなんかもやってらっしゃるんでしょうかね、その何か作るっていうか。はいはいはい。ヤシオ色一色と言いますか、ヤシオさんの、自分がクライアントだったので、自分のお店を作るときは、その時は 100% 自分がやりたいことをやりました。楽しかったです。そうですね、わかりました。ありがとうございます。で、そうなると、まあ、グラフィックデザインに関しては、まあ、お仕事一緒にされるような仲間といいますか、そういう方はいらっしゃるんでしょうか？そうですね、やっぱりグラフィックデザインって言ってもいろんな領域があるので、そういった、まあ、写真家の人に写真を頼んだり、映像を頼んだり、イラストを頼んだりっていうので、僕はまあ写真が撮れるわけでも絵が描けるわけでもないので、そういう時は、まあ、そのアートディレクターとしてその必要なパーツを集めてきたりするような作業もしますね。あ、なるほど。で、例えばその、まあ、ご自身の方がグラフィックデザインをされるということで、あとその他の要素が入ってくる。で、そうなるとそれを見てからご自身の最初のやっぱデザインが変わっていったりとかいうステップがあるんでしょうか？そうですね、あります、あります、もちろん。今回は写真で表現したいなとか、
っていうふうになれば、あの人はこういう写真得意そうだなっていうので、その人に発注かけて一緒にプロジェクト組んでっていう形になりますね。そうなんですね。じゃあプロジェクトごとにそういうふうなご関係のある方からこう選んだりというか、うん、あのできていくチームという感じなんです。そういうことになりますね。はい、うん、なるほど。じゃあ今の話で言うと、あの、まあ、お仕事仲間といいますか、チームの方はこう違う分野のことをこう補完しながら作り上げていくっていう感じっていうケースが多いですね。はい、わ、うん、かりました。ありがとうございます。で、まああと、その、そういうふうなお仕事をされていくとき、まあ、お仕事なので、ご自身で例えば、ある意味、こう、営業ですよね。その、お話をして、新しい方にお会いしたりとか、まあ、お仕事は、なんて言うんでしょうね、自分で取ってきたりとか、人から来たりってこともあると思うんですけど、そういったことは、普段どういうふうに活動されてるんでしょうか。僕の場合は、仕事を一本やると、結構仕事って、いろんな複数人が関わってるんですよね。2社、3社関わってる仕事とかもあるので、その時にやっぱり結果を出すと、その直接のクライアントじゃなかった方が次うちの仕事もやってほしいみたいな形で、結構そういう流れで、あの、お仕事もらうことが多いです。なので直接飛び込み営業みたいなことは一回もしたことがないっていう感じですね。そうなんですね。あ、でもそういうつながりでこうやって、はい、うんですね。はい、なるほど。なんかちょっと漠然とした質問なんですが、こう今までされて、はいはい、グラフィックデザインってお仕事される中で辛かったこととか、なんかこう一番ご苦労されることっていうのはどういうことでしょう。6年前に独立したんですよね。もともと10年ぐらい、サラリーマンでデザイナーやってまして、でやっぱでも独立しないとダメだなっていう時期がありまして、ただその1年目がやっぱあまりにも仕事がなくて、あ、その1年は本当に辛い思いをしました。大変だったです。本当に、いや、一月の稼ぎが10万円ぐらいしかないみたいな月があって。あ、そうなんですね。はいはい、子供も当時生まれてたので、妻になんて言おうかなみたいなのがありましてね。今月10万円しかないんだけどごめんねみたいな。ありました。はい、1年目は大変でした。はい、ですか。まあ、でも、まあ、最初の1年ぐらいがそういう辛い時期が続いて、でもだんだん軌道に乗り始めて。そうですね。はい、その今ねおっしゃってた、これは独立しないとって思われた、それはどういうことだったんでしょうね。結局会社でやってると会社の仕事なんですよね。なのでやっぱりデザイナーになった以上、やっぱり自分の仕事として仕事がしたいなっていうふうに思ったっていうことですね。単純に。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。で、これもまたちょっとバクとしてるんですけれども、グラフィックデザインをされるときにこう一番こう高揚する、心が躍ることっていうのはどういうことなんでしょうか。喜びを、やっぱりしてるときっていうよりは世の中に出たときが一番高揚しますね。特にロゴデザインとかもやるんですけど、はい、なんかそのお店の看板だったりとかがやっぱ街で生きてるのとかを見るとすごくなんか嬉しいなと思いますね。あ、そうなんですね。なるほど。今ちょっと、はい、画面ではなんか玉丘陵とか武蔵野の、ね、ああ、はい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 、ああ、懐かしいですね。そうなんですね。そういうなんかこう地域に密着じゃないですけど、地域のもいろいろご経験があるんでしょうか。そうですね。地域のデザインは一番やりたいなと思ってますね。今なんかプログレスではグローバルブームなんですけど、僕は結構逆にローカルを極めたいなって思って、うん、なるほどね。さっきもちょっと話伺ってて、ね、国分寺のところにずっとお住まいだっていうのを自己紹介でもおっしゃってましたけれども、はい、私もちょっと武蔵野の方に住んでいたので教習もありつつ、武蔵野の魅力は何でしょうか。武蔵野は、僕は国分寺に限って言えば、僕が国分寺に1個コピーを作ったんですけど、何がいいってちょうどいいっていうコピーをつけて、ちょうどいいんですよね、何か。なんかこう、肩肘も張らなくていいし、町すぎず、田舎すぎずっていう、なんかこのちょうど良さがすごく気に入ってて、なので、僕はこの町を愛して、この町で死んでいこうと思ってます。ですね。何かその国分寺らしさみたいなものが、八代さん自身のデザインに何か影響を与えたようなことはありますか。なんか僕よく言われるのは、結構ちょっと柔らかいんですよ、僕のデザイン。硬く
作ろうと思えば作れるんですけど、基本的なベーシックはすごいちょっと多分ポップで柔らかいっていうのがあると思うんですけど、多分この街の緩さが操作してるんじゃないかなって思うことはあります。そうなんですね。逆にそういった街とか、あの環境で ご興味がある他の街はありますか？なるほど。そうですね。海外とかは特に思いつかないんですけど。あの日本でも結構なんですけど。はい、西泳ぎがすごく好きで。ああ。なるほど。はいはいはい。西泳ぎのあの、駅前周辺の飲み屋館とかめっちゃ好きですね。あ、いいですね。なるほど。うん、なんかちょっと中央線の雰囲気が僕はすごく好きなんですよね。うん、中でも西泳ぎは中央線の雰囲気がとても好きで。いいですね。ああ、なるほど。中でも西尾木はその中央線感がめちゃくちゃちょうどよくあるな。ああ、そうなんですね、うん。好きです。引っ越すなら西尾木です。西尾木です。ちょっと横移動みたいな感じです、ね。はい、ありがとうございます。そうですね。わかりました。で、まあ、さっきちょっと最初にこう、会社員から独立されたときに、もちろん最初はお仕事がね、変化だったんですけれども、まあそうやって例えば表現する場がなくなったりとか、今まあ、例えばね、もちろんいろんなアーティストの方、コロナで表現する場がなくなったりとかっていうのがあると思うんですけど、まあそういうふうなことが起こったりしたら、八代さんはどういうご自身が反応されると思いますか？実際問題、ちょっとコロナの時期になって、結構広告業界大打撃受けてまして、やっぱ全体的に仕事がガクンと減ったんですよね。で、僕もご多分に漏れず、5月は特に暇で。ああ、そうなんですか。で、ちょっと暇すぎて、まず動画編集とか YouTube を始めてみたっていうのと、まあ、その中でプログレスに入ったっていうのもありますね。ああ、そうなんですね。なんか暇だったので、なんか欲しいなっていうのがあって、なんかきっかけになればいいなと思って入らせていただいたっていうのは正直ありました。なるほどね。どんなお気持ちでしたか、その暇な時と言いますか、ちょっと落ち込んだ時。ああ、1年目の暇な時を思い出して。いや、本当仕事がないとね、孤独になるんですよね、人間って。なんか世の中に求められてないのかなっていうような気分になってくるんでね。そこはやっぱ1年目も辛かったですし、5月も結構気分的には結構食らってましたね。なるほど。じゃあ3月4月はその まだ前のものが続いてたような感じだったんですか？そうですね。3月4月に動いたプロジェクトも中止になったり休止になったりとかで、5月は本当に散々でしたよ、本当に。でもなんかだんだんこう影響が見えて5月でドーンっていう感じだったんです。そうですね、はい。そうですね。じゃあまた新たにでもないですけど、そのまた再開したりとか、新しいものがこれから始まるっていう。ただ悪いことばかりじゃなくて、ずっと動画をやりたい気持ちあったんですけど、めんどくさくて先延ばしにしてたんですよ。はい。ただそれをやっぱやり出すきっかけにはなったので、なんかちょっとこの騒動で一個進化はできたかなっていうのは、少し思ったりをしてますね。はい、なるほどなるほど。